おい、とある女性配信者に身長170センチ未満の男は人権ないって言われてブチ切れてるクソハギだわ。息してるか。おい、おい、おい、なあ、聞いてんのか。息してるか。大丈夫か。ちょっと話聞くわ、うん、大丈夫か。ちょっと何の話かね、分からない人多分いるか分からんけど、一応言っとくわ。今ちょっとネットでね、ものすごいニュースになってることなんで、知ってる人多いと思うけどね、まあ簡潔に3秒で説明しますと、とあるね、まあ日本のね、ネットで配信してる配信者の女性の配信者の方が、自分の配信中になんか170センチ未満、身長170センチ未満の男は人権ないみたいなことをおっしゃったそうで、でそれがちょっと今問題発言としてね、とんでもなくなんか大炎上してるらしいです、うん、まあそれに関してはちょっとまあちょっと各自で見てください。俺は それに関してはまあちょっといいわ、要は今日ね、俺がねやりたいのはね、メンタルケア、メンタリストですから。まあ冒頭でも言ったけど、息しとるか、大丈夫か。この件でね、ちょっと心を傷ついた、身長170センチ未満の方々、大丈夫ですか。話聞きます。ちょっとで立ち話もあんなんで、これでも飲んでください。いらない、あ、じゃあいただきます。すみません。大丈夫か。ちなみにね、ちなみにですね、私すあげ人権ありました、うん、嬉しいことにありました。僕は170センチ以下は人権ないらしい、ないというね、あれ、そういうのがレギュレーションなんだけど、私はありまして、証拠見せるよ今から。僕の高校時代の新体力テスト個人判定表っていうのを僕ずっと取ってて、もう10年くらい前ですわ。それのね、まあ、要は身長体重とか測った紙、うん、残ってんのよ。証拠残ってんよ。ちょっと見せてやるわ、身長170センチ未満のやつら。証拠見せてやるわ、これね。まあ、これ自慢じゃないから、自慢じゃなくてね、証拠だから、ちゃんと人権僕はありますよっていう証明だから、パスポートみたいなもんね、うん、入国審査みたいな感じ。これね、ちょっと個人情報映っちゃう、個人情報映っちゃう。ね、これ神奈川県立、ぼやけんなよ、おい、ぼやけんなよ。神奈川県立鶴見高校、もういいや、ここだけ見せるわ、身長体重だけ見せるわ。これね、3年って書いてあるじゃん、身体力テスト個人判定表、2012年度3年179センチ、179.2 って書いてある。身長って、身長書かないと分からんやろ。何、わあ、あ、これ身長のあれです。ちゃんと横のさ、横の横軸まで見せなきゃ分からんやろ。これ見えてんの、見えとるか、おい、背低くて見えねえんじゃねえか、おい、言えよ、ちゃんと言えよ。高くちゃってやるからな、優しくやるから、おい、大丈夫か、人権ちゃんとあるからね、君たちにも。おい、 179.2 って書いてあるやろ、うん、で下のね 62.5 ってこれ体重です、うん、179.2 センチ、高校3年時素揚げ179.2 センチにもかかわらず体重62キロっていう、うん、しかも数字だけ見るとクソガリガリやん。のくせして、知ってる人は知ってると思うけどね、当時の顔、アンパンマンみたいな顔してます、うん、有名なあの写真、なんか巷ではなんかね、カラスとか言われて、なんか髪型がなんかカラスとかキントーンとか言われてる、ここら辺多分載せとくと思うけど、
あの伝説の写真、あの写真の当時ほんと62、3キロにもかかわらずなんか80キロくらいありそうな顔してる、よっぽどそっちの方が人権ないよね、あの違うんですよ、これ人権教育だから、あの社会派チャンネルだからね、うちのチャンネル、あの教えておきます、あの身長とかね体重とかじゃない、人権はね身長とか体重とかじゃなくて、まあ、あの見た目なんですよ、もうさっきあの俺のヤバいツラ見たと思うけど、よっぽどねあのこっちの方が人権ないでしょ、179センチで62キロパーン、よっぽどねあの安心して、君たちのあのね傷ついたね、キッズの君たちだから、俺の方がよっぽど人権なかったから、ね、たびたび高校時代の話しますけど、僕高校時代マジであの人の友達いませんで、いなくて、それこそねいつも言ってるけど、なんだ家庭内でもね人権なかったってよく言ってるけど、高校時代の話じゃないけどさ、1年間ニートしてた時期もあって、高校卒業後それこそね、いや家の中でね俺人権なかったんだよみたいなこと言ってるくらいだから、そういうことなんや。ちょっとちょ酔っちゃってね、話ぐっちゃぐちゃになって、めっためたのぐちょぐちょになっちゃってね、くちくちになっちゃって、いろんな酔っちゃったからあれやけど、まあね、これねちょっと真剣に話すよ、ここから真剣に話すけど、これね他人事じゃないなっていう思ったんや、他人事じゃないなって今度思いまして、まあ僕ね昔ね生放送ニコ生放送とかが昔というか3年くらい前ですかしてた時にね、たびたびね言ってたんよ、これ他人事じゃないなって、自分も同じようなこと言ってたなっていうの、僕 歯をね矯正したんですよ、もう終わって今マウスピースね、マウスピースはめて安定させる段階だからほぼ終わってんだけど、歯をね矯正してまして、当時、しててね、それで放送中にね調子乗って、いや歯並び悪いやつはね人権ないからみたいなことをね俺も言ったことあるんだ、言ったことあってさ、でまあ当然ね、そうだね、何も起こってない、分かる通り、そんなんそんな発言ね知ってる人ほぼいないと思うけど、生放送なんでほとんど締めていないからね、そうだからまあ、同じようなこと言ってたんですよ、けどまあ俺はまあ当然何もなくね、まあ、その何年か後にねとんでもない発言してね、とんでもないことに なったんですけど、まあ、それはまた別の話で、だからまあなんつうの、他人事じゃないし、明日は我が身と言いますか、他人事じゃないのよ、今回その女性配信者の人ね、こうものすごいとんでもない中で予想以上にねめちゃくちゃなことになってて、なんだスポンサー、その人が契約してるスポンサーの企業、それこそレッドブルです、レッドブルがスポンサーらしいんですけど、なんか契約を解除されたらしいです、今回の騒動を受けて、あまりにも炎上の火がね大きくなりすぎて契約解除されたらしいです、だからいやーちょっと俺もね発言気をつけなきゃなっていう、本当それに関しては思うしね、本当ね、いや家庭内人権なかったからねとかさっきも言ったけど、もう人権っていうワードがもう怖いわ、使っちゃいかんわ、人権とか怖いでさ、人権問題よこれ、言っとくけど、教育評論家だからね僕、人権問題だからね、本当ね他人事じゃないし、しかも言ってしまえばね、これぶっちゃけちゃうんだけど、言ってしまえば僕も関係者みたいなもんなん、もっていうか、まあ、後輩というかね、その配信者の方、僕の後輩というか関係者みたいなもんで、僕のね動画をいつも見てる人分かると思うんですけど、僕のチャンネルの一番再生されてる、まあ僕の代名詞みたいな動画が粉雪っていう
動画なんですけど、その粉雪の動画の冒頭、まあ粉雪っていうのはね、どういうことかっていうと、まあ、僕がこの僕の母校中央大学のキャンパスで、ね、粉雪を歌うっていうクソ動画なんですけど、その動画の冒頭でね、飲んでるんですわ、これ。飲んでるんですわ、知ってると思うけど、もう分かったでしょ、そういうことない、関係者なんですわ、レッドブルのね、僕もレッドブルのあれだから、そういうことない、だからちょっともう僕からも謝らすのはやっぱね、身内の問題なんで、ちょっと、その女性配信内の悪くないです、僕が悪かった、関係者なんでね、すいませんでした。いや、本当発言はね、気をつけなあかんよ。たった一つの発言、たった一本の動画でね、大学を停学にさせられてね、留年させられるやつもこの世の中にはいるから、気をつけて、本当に気をつけた方がいいです。僕も、より一層気をつけてね、人権問題取り組んでいることになります。ありがとうございました。